銀尺山、干某銀尺山管管は、中国の山東省林儀県銀尺山管母群で1972年4月に発掘された畜管群の総称である。銀尺山1号墓からは4942枚、2号墓から32枚の畜管が出土しており、先進時代に表された戸籍の貴重な資料となっている。この畜管は発掘現場からほど近い銀尺山管母。 地区間博物館に常設展示されている。1972年4月、中国の山東省林儀県に位置する銀尺山一号墓と銀尺山二号墓が発見され、それぞれについて発掘調査が行われた。一号墓の内部からは古代のものとみられる遺物が大量に発見された。孫品と孫部のどちらかの著作が曖昧だった孫品病法も発見され、これが 損品の著作と推定される決定的な証拠となった。発見された畜間孫子は他の遺物によって紀元前134年から紀元前118年のものと推定されている。陸刀は仏教7書の一つに数えられる標法書であるが畜間孫子と共に銀尺山墓で墓の内部から発見された。全館創業の更進である軍師の長領が 鉱石港から授かったという伝説があるが、この出土によって、紀元前2世紀頃に成立していたと考えられるようになった。移領氏も古代の標本書であるが、清史に容器は久しが偽書と断定し、それが一般にも知れ渡っていた。しかし、この出土で写本が発見され、戦国時代から旗に成立したと見られるようになった。写本と古代に伝えられたものを比べると、 かなりの過失がされていることが判明している。ありがとうございます。